どうもこんにちは、今回はですね、今回もですね、コメント返しを、ちょっと動画でさせていただきたいと思います。コメント返しの動画に対するコメント返しっていう感じかな、ちょっとわけわからなくなってますけど、はい。和城さんですね、ありがとうございます。直立だけ膝が突っ張ります。多分踏ん張ってるんでしょうねと。で、子供と出かけている時はまっすぐ歩いてるみたいです。毎日ランニングをしています。あ、毎日ランニングしてるんですか。すごいですね。その時は何ともありません。ランニングはできるけど、立っているとき直立したらふらつくということですかね。ランニングって大体どれぐらいされてるんですかね。3キロとかそれぐらいですかね。僕もだいぶ前にランニングしてたんですけど、膝が痛くなってしなくなったんですよね。で、最近ちょっとまた違う動画にしようと思ってるんですけど、体重がですね、ここ半年ぐらいで10キロ以上増えてしまって、もう今ちょっとね、過食モードになって、過食がちになってるんですよ。で、なんとか止めなあかんなと思ってるんですけど、もうちょっと摂食障害気味かな。なんか自分の意思で結構もう止められへんぐらいの感じで、ついね、その夜に食べてしまったりとか、晩ご飯の後にね、寝る前に食べてしまったりとかするんですよね。はい。ランニングされてるっていうことだから、でも減薬でしんどいのに、そうやって毎日ランニングされてるっていうのはすごいいいことやと思いますけどね。徐々に戻ってきてると思います。膝の手術も2回しているので、ベンゾの離脱はもともと悪いところから症状が出るみたいな感じです。自分の中で症状が、歯のヒリヒリする症状が、歯が欠けてるところが時に出ている感じですっていう。そうですね、自分の体の弱いとこに何か出てくる場合が多いみたいですよね、離脱症状ね。その人その人のね、弱いところと違うと思うんですけど、はい。膝の手術も2回されてるということですね。僕もね、ちょっとランニング、どれぐらい、1年ぐらい前かな、もっと前かな、ランニングちょっと初めて、で、膝がもうめちゃめちゃすごい痛くなったので、これはあかんわと思ってランニングやめて、で、水泳をずっとやっとったんですよ。で、不思議なもんで、ランニングやったら膝痛いのに、水泳やったら普通にクロールでガンガン泳いでも全然痛くならないんですよ。だから水の中ってすごいなと思って思いましたね。で、最初はそんなに水泳も好きじゃなかったんですけど、やってるうちになんか面白くなってきて、結構週に何回もプールに行ってたことありますけどね。最近はもうプールもそんなに行ってなくて、多分もう今も公営のプールも閉めてあると思うんですよね、こういう状況なんで、コロナのあれでね。はい。だから水泳ももう気楽にできんようになったなと思ってね。やっぱりあんまりプールに行かないようになっても、たまには行って泳ぎたいなっていう気持ちがあるので、ちょっと残念やなと思ってね。もうそんなプールなんていつ再開されるかわからないですよね。完全に収まってからじゃないと無理だと思うので、っていう感じで、ボクシングをやっていたので、おー、ボクシングな、いろいろ悪いところはありますが、いろいろ離脱症状や薬のことで YouTube 上げていらっしゃる方がいますが、一番まとえている話をされていると思います。またいろんな情報を待っております。循環器に行きましたが、異常なしでした。ということですかね。はあ、
ボクシングね。僕もね、あのボクシングに憧れてた時期っていうのがあって、それもだいぶもう子供の頃ですけど、中学生ぐらいかな。やっぱり漫画の影響でね、あの、まあ、明日のジョーとか頑張れ元気とか、あとは何だったかな、結構ボクシング漫画っていろいろあって、それよりもっと新しいのやったら天上天下、ユイガ独尊かなんか、そういう漫画もありましたよね。そんなもあったし、うん、昔結構ボクシング漫画って結構あったような気するのな。でボクシング憧れてた時期があって、あってんやけど、僕が住んでるとこも奈良なんで、大阪やったらね結構ボクシングジムって結構あったと思うんやけど、奈良の田舎なんで、もうボクシングジムなんてあるはずもなく、でそうですね、高校の時にボクシングジムに入ってるやつがいてて、すごいね、実際そのグローブとかを見せてもらってね、あのすごいすごいなぁと思った記憶がありますけどね。今プロの試合って8オンスなんかな、10オンスなのか分からないですけど、8オンスかな10オンスかな、なんかそれぐらいのなんか試合、プロの試合、プロボクシングの試合用のグローブっていうのを大阪のあのスポーツ店で実際見たことあるんですけど、あれって完全になんかその相手のダメージを和らげるためのグローブじゃなくて、拳を、守るためのグローブですよね。もうほんまにペランペランで、これはやっぱりこれで殴られたらそれは気も失うわなと思いましたもんね。それがなんか8オンスのグローブだったか10オンスのグローブだったか忘れましたけど、ペランペラン、ペランペランのグローブですもんね、あれね。だから、拳を、殴る方の拳を傷つけやんために薄くしてるわ、あの、グローブしてるだけであって、相手のことは何も考えてないっていう、まあ、プロやからね、やっぱり当たり前のことやろうけど、やっぱりその、KO がね、やっぱり、KO した方が、KO で試合決着ついた方が、やっぱりお客さん喜ぶと思うから、そういう風になってんのかなと思いますけどね。奈良やったら王子工業というところが結構、王子工業高校という高校があって、そこがちょっと結構アマチュアでは強いかな。あとまあ大阪やったら、まあいろいろ問題ばっかり起こしてるけど、近畿大学のボクシング部というのはなんか有名ですよね。なんか赤井秀和がね、近大のボクシング部で、まあ、ちょっと問題ばっかり起こしてて、あのどうなんかな、活動停止ばっかりしてるけどね、なんかそんな感じですね。はい、まあまあでもこんだけで、こんだけのペースで減薬してて、毎日ランニングしてるっていうのはね、すごいなと思います。いいことやと思いますけどね。はい、どれぐらいの距離ランニングしたはんのかなってちょっと興味ありますけど、やっぱり離脱症状いろいろ出てて、それでもまあランニングしてるっていうのはまあいいことやと思うけどな。で山口さん、ご丁寧にコメント返しありがとうございました。びっくりしました。実は搬送された救急病院は、私が生まれてから何かあるとお世話になっていた聖路加国際病院ですということですね。見てくださった先生は年配どころか若いジョイさんで、研修医さんでして、私の目に何度もフラッシュライトを当てて、手の震えの状況なども細かく検査され、確認されましたということですね。ベンゾを飲んでるということをね、確認されましたということですね。あ、
その僕ね、ちょっとね、この聖ルカ国際病院っていうのが、僕、あんまり、なんかよくなんかテレビとかに出てきてるような、まあ、有名なのは有名ですよね、なんか文字は見たことあるんですけど、読み方わからんかって、そのまま読んだら政治家国際病院かなとかと思ってたんですけど、一回調べてみたら、聖ルカルって読むんですよ、これね。聖ルカ国際病院、なんか、キリスト教系の、まあ、病院みたいですね、なんかね。まあ、調べてよかったなと思って。政治家とかって言ってたら、また恥をさらすとこでしたけど、僕ね、漢字の読み方からもう全然、よく間違って、麻生さんみたいな感じでね、よく漢字間違うタイプなんで、それちょっと見といてよかったですけど、はい。その救急の先生は若い先生で、しかもまあジョイさんやったってことですね。若い女の先生で、そんな研修中の先生でもそういう知識がある人がいてるっていうことは素晴らしいですよね。どういうふうに、やっぱそう、年齢関係ないのかな、やっぱりね、やる気とか、そんなんなのかな。まあ、男女平等とは言うけども、なかなかその女の先生で、その救急の現場に行ってるっていうのもなかなかないことやと思うし、やっぱこういう先生がいてると、やっぱりね、安心っていうか、まあ、日本の医療も捨てたもんじゃないなっていうふうに思いますよね。はい、今も多分、そのコロナのね、患者さんがたくさん来てると思うので、本当になんか、現場の一線でね、活躍してる、その、お医者さんとか、看護師さんは、すごいなと思うし、尊敬するし、やっぱり感謝せなあかんなと思いますね。僕はその、便所のことで、よくその、精神科の医者とか、日本のその、医者、精神医療とか、に対して、まあ、文句を言うことがよくあって、まあ、特定の医者ではなくて、その日本の精神科医療そのものがちょっとおかしいんちゃうか、薬に偏ってばっかりでね、その製薬会社とこう結びついてるのにちゃうかとかとも思ってるし、本当医者ってろくでもないなっていうふうに、まあ普段は思ってるんですけどね。でもこういう今のようなコロナのね、社会状況になって活躍してる先生とかね、お医者さんとか看護師さんとか見てると、ほんまに、すごいなと思うし、やっぱり尊敬しますよね、やっぱりね。だからそうですね、まあでも、デパスでね、やっぱそんな呼吸できへんぐらいの状態になるっていうのは、まあ、やっぱりデパスっていうのは飲んでる人、まあちょっと前の動画で言ったんですけど、その合法的な薬物依存で、まあ、やっぱりデパストップなんですよね。で、圧倒的にトップなんですよね。もうその合法的にその、精神科とか心療内科とか出される薬で薬物依存になっている人のもうトップ 40% くらいやったかな、がもうデパス占めてるんですよね。だからそれだけやっぱり問題になってきてるって、そういう現場の医師にもそういう情報がやっぱりこう共有されるようにだんだんなってきてるのかなっていうふうに思いますよね。そういう、もう本当に気楽にパンパンバンバン出してたから、それで、まあ、こう山口さんの場合はいきなり減らしてっていうことですけど、やっぱりそのどうかな、医者に行けなくていきなり切らしたっていう山口さんのパターンやけど、ちょっと前にね、そのデパスっていうのは、まあ、以前はその内科とか他の診療科でも科目でも簡単に出してもらってたし、で、あと海外からね、個人輸入で買えたんですよね。
それで、だん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 こう自分で勝手に減らして勝手に増やしていって、依存症になってる人もいてたの。1日何十錠って飲んでる人もたくさんいてるので、そういう人たちが、まあ、何年か前にそのデパスの規制が入って、厚生労働省からの規制が入って、法律が変わって規制されたんですよね。それで、今まで1日何十錠って飲んでた人がそんなにたくさん飲めなくなって、でそうすると、まあ、1から0にするのと、まあ、同じようなもんですよね。もう全く今まで10錠飲んでた人が10錠飲めなくなったら、やっぱり大症状ですし、やっぱ激しく出てくるので、はい、それでやっぱりここ数年やっぱり苦しんでる人はやっぱ多いんちゃうかなと思ってて、そういうことでやっぱりこう救急車で運ばれる患者さんとかもやっぱ多いのかなとかって思ったりしますけどね。まあ22日が診察日なので、主治医に改めて半減期の長い、そうですね、なんかこう長めのやつにね変えてもらったらいいと思いますけど、はい、なんか長めのやつに変える時におすすめのお薬っていうのがどうですかねとかって聞かれることもあるんですけど、そのベンゾジアゼピンの中でおすすめできる薬なんていうのは一つもやっぱないんですよね。はっきりもう本心から言うと、どれもこれもろくでもない薬なんで、まあ、おすすめはできない、おすすめできるのはあんまないんですよね、ほんまにね。まあでも、どうやろうな、同じぐらい、20時間ぐらいの半減期の薬ってまあ いっぱいあるので、まあ、その主治医の先生がどれを勧めてくるのかな、そのままホリゾン出してくれるのかな、それとも他の薬勧めてくるのかなというのもありますけどね、またその何か薬変わったらそうまた教えていただいたら、はい、ありがたいかなと思いますけどね、はい、メイラックスとかやったら逆にね超長時間型なんですよ。300時間とかそれぐらいの半減期になって、300時間ということはもう何日も前計算したら何週間とかになるんですよね。それぐらいの半減期のある薬もあるので、そうなってくると今度減薬するとき減らすときにちょっとね考えやんなあかんのですよ。例えば今日飲んだらこの先何日間も10日以上も体の中にあるので、だから今日飲んで次の日抜いたからといってもすぐには離脱症状が出てこないんですよね。半減期が長すぎるから で何も出てけへんからといって調子に乗って、減らしよったら、ある日突然その半減期が切れた時にドカーンってくるので、その時間差でくるので、そこはちょっと半減期の長すぎる薬というのもその減薬するときにちょっと気をつけなあかんことなんですよね。はい、また薬変わったら教えていただいたら、と思います、はい、とあとはフラワーさん、フラワーさん、薬剤性腎臓病が増えてます、血液検査、尿検査だけではなく、セカンドオピニオンとして、ぜひ検査してください。腎臓を検査するいうことなんですかね。ホルモンバランスは全身に作用します。私は両方悪いです。元に戻りませんって書いてある。血液検査、尿検査、僕この間血液検査の結果もらったんですけど、その、まあ、血液検査の結果の中に、まあ、肝臓問題ない、腎臓問題ないっていう、まあ、項目何個かありますよね。それでまあ問題ないということに出てきたんですけど、それとはまた別なんですかね。別に腎臓の検査するその検査があるんですかね。
ちょっとそれ僕分かんないんですけど、腎臓の精密検査というのがあるんですかね。でそれでその血液検査で問題ないというふうに出てても、その腎臓専門の検査でしたら問題がある場合があるんでしょうかね。その辺がちょっと僕分かんないんですけど、まあ、肝臓も腎臓もその沈黙の臓器と言われてて、その悪くなってもあんまりその自覚症状が出なくて、でほんまに悪くなった時に自覚症状がいろいろ出て、もうその時にはもう手遅れやというふうなことを聞いたりもしますけど、そういうのが出てくるんでしょうかね、薬物性腎臓病か、まあね、その僕もその20年以上ベンゾジアゼピンの系の薬飲んでるし、 SSRI も飲んでるので、まあ体にいいことはないんやろうなってのは分かってるんですけど、だけどその腎臓に悪いから早抜かなか、まあ早抜けたいとは思ってるんですけど、だからといって一気に抜いたら離脱症状出てくるので、まあそれはもう早く抜けたいというのは僕もそのなんていうのかな、もう誰よりも強く思ってるけど、でも早く抜いて離脱症状がガンガン出てたら日常生活がもうまともに送れなくなるので、やっぱりゆっくり抜くしかないのかなと思うし、それでまあだん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 その肝臓とか腎臓にダメージがいって、なんか体の不調が出てくるとしたら、それはそれでも仕方がないかなっていうか、でまあ、僕あくまで僕個人の考えやけどね、一気に抜いてしまってその離脱症状がいろいろ出てるリスクを取るよりも、まあ今はゆっくり抜いていって何年かかけてでもと思いますけどね。もう20年以上飲んでるのにね。だからもっと早くに気づくべきやったし、気づけたらよかったんやけど、まあそうもいかん、そういう機会がなかったので、まあ仕方ないのかなとも思いますね。まあその完全に減薬してしまっても、弾薬成功しても、その他のその健康な方と同じような、そのまあ僕50やけどこれから60代70代っていうふうに遅れるのかって、それはまあわからないですよね。まあ、フラワーさんもね、いろいろ、まあ、病気の経験いろいろあるみたいなので、まあ、考え出したらきりないですよね、もうね。いつもありがとうございます。はい、応援ベイスターズさん、はじめまして。私はベンゾ系のアルプラゾラムを1錠飲んでますが、減薬しようと思い半錠にしたところ、夜眠れなくなったのですが、薬は眠剤として飲んでいるのでないです。やはりいきなり半錠にするとそういうことを起きますか、もし教えていただくれるとありがたいですということですけどね。アルプラゾラムね、ソラナックスですかね、はい、まあ、1錠飲んでて、まあ、それを半錠にしたところ、まあ、夜眠れなくなったということですけど、まあ、それはもうそういうこと起きますかということですけど、まあまあ、もちろんそういうこと起きると思います、はい。他にもいろいろ、他にはその症状とか出てないですかね。例えば例えばめまいとか、あとはどうかな、動悸とか、汗発汗とか、そういうの出てないですかね。アルプラゾラムソラナックスというのを、まあ、1錠飲んでました、まあ、何ミリを1錠飲んでたのか分かんないですけど、まあ、それいきなり半分にするとかいうことは 50% にするということなので、いきなりもう半分にしてしまった、50% にしてしまったら、それはもういろんな症状が出てくると思います。はい。過去の動画に、その減薬のペースについてっていうのが、
ついて、撮った動画とかもあるので、ちょっとまあ過去の動画も見ていただきたいなと思うんですけど、まああのこない先日の1個2個前のレキソタン離脱症状めまいっていう、動画の中でも言ってますけど、まあ、その減薬ペースについてね、まあ、全然その、まあ、このレキソタンを減薬されてた方も、まあ、いきなり半分にしたり、そのまた半分にしたりっていう感じで減薬されてたんで、まあ、いろいろやっぱり出てきて、めまいが出てきたという、めまいとか筋肉の緊張とかいろいろ出てきたと思うんですけど、もちろん、まあ、僕の個人的な考えですけど、そういうペースで抜いてたらもちろんそういう症状が出てきても全然おかしくないなというふうに思いますね、はい。でまあ、僕やったらの話だけど、そういう症状が出て、そういう抜き方、そういう減らし方をして、そういう症状が出てきたんやったら一旦元に戻して体調が落ち着いてから、少しずつ、めちゃめちゃ少しずつ長い時間をかけて抜くのがいいんじゃないかなというふうに僕は個人的にはそう思ってますけど、はい。まあ、それについては、そのどれぐらい少しずつ、どれぐらいの時間かけてっていうことについては、まあ、過去の動画でもまあ何度も言ってますし、そういう動画がありますので、いっぺんまたちょっと見てみてください。はい。そのまあ1錠を半分にするっていうのは、自分で考えてやらはったんですかね。その主治医に指示されて、そういう1錠から半分にっていうのは、主治医に指示されてそういうふうにしたのか、また自分で考えてしはったのか、どっちなんやろうなというふうに思いますけど、まあまあどっちにしてもちょっと急激すぎるペースやと思いますね。だからそういう夜眠れなくなっても、まあ、眠剤として飲んでなかったとしても不眠の離脱症状というのが出てきても全然そのおかしな話ではないと思いますよ、はい。なので、まあ、僕やったら一旦元に戻して体調落ち着いてからほんまに少しずつ時間かけて抜くようにすると思います、はい。で、マミゴンさん、同じく私もそうでした。副腎を詳しく調べてホルモンの値をまず見てもらうことから始めるといいんかなと思います。筋肉神経だったら整形ではなく神経内科で大学病院に行く方が近道だと思いますよということですが、神経内科、筋肉神経だったら、それはまあ同じく私もそうでした。副腎とかって言ってはるので、それはフラワーさんの投稿に対して私もそうでしたということなんかな。で、筋肉神経だったらということだから、それは、フラワーさんもマミゴンさんも、和上さんの投稿に対してなんですかね。直立だけで膝が突っ張っていると、とかいうこと、なので、そういうことなんかな。筋肉系のあれかっていうことで、神経内科に行ったら副腎のホルモンの値とか調べてもらえるんですかね。その辺はちょっと僕全然詳しくないので全然わからないんですけど、ホルモンの値をね、っていうことなので、だから和上さん、その、まあその突っ張り、まあ、ふらつきがあってどうのこうのという場合は、その、神経内科でホルモンの値を調べてもらうという、そういうこともそういう、まあ、なんて選択肢というのもあるということなのかな。
そうです。その辺ちょっと僕全然詳しくないのでこうやこうやとは言われへんねんけど、まあ一つの意見として、参考に、馬上さんをまあ参考にしていただいて、まあ、僕もちょっとそういう話があるということをちょっと覚えておきたいなと思いますけどね。ちょっと神経内科、そのホルモンの値とかっていうのはそのまあ個人のまあクリニックとか病院とかではなかなか調べられへんと思うので、やっぱりその言われてるように大学病院の神経内科とかでまあ精密検査ですよね、してもらわないとあかんと思うので思うんですけども、その僕もね、マミゴンさんやったかな、前僕席ちょい出てたので出て、まあ、今も出てるんですけど、呼吸器内科でいっぺん調べてもらった方がいいんちゃうかって言ってはったのね。その呼吸器内科も僕行こうと思ってたんですよ。行こうと思ってるうちにこうコロナがだんだんこう盛り上がってきてるからこう蔓延してきたので、これはもうちょっともう今となってはもうちょっと今の段階、今のタイミングでその大きな大学病院にちょっと行きたくないなっていうかそういう感じやね、なんかね。だからちょっとそのコロナ騒動が落ち着いて、まあなんていうのかな、ワクチンでもね開発されて、まあほぼほぼ治るような病気になって、その患者さんとか感染がこう下火になってからじゃないとちょっと大学病院に行って打つって、それでってなったら余計に全本末転倒というか、ほんまに命に関わることやからね。だからそのまあ副腎っていうのもまあどうなんやろ、人によってどうかなと、まあ、僕の場合やったらもう20年以上飲んでてる話なので、まあ、今すぐ緊急的に調べなあかんということではないと思うんですよ。なのでまあ、そういうことをするにしても、もうちょっと落ち着いてから、世間が落ち着いてからかな、しようかなと思ってて。で、前にね、こう席出て、自分で撮った動画をさ、まあ、昨日とかおとついアップした動画を、まあ、自分で見てても、あ、席の回数は減ってるなと思うんですよ。まあ、ただ、まだ席は残ってるんですけどね。で、この間、また動画上げますけど、内科に行った時に、まあ、レントゲンは撮ってもらったんですよ。でその時は別に肺の、まあ、レントゲン撮ってもらって、まあ、その時その肺のレントゲンの映像では別に白いとこもなかって、まあ、肺は綺麗ですねって言ってありましたね。それまた CT でやるとまた別の判断ができるのかもしれへんけども、とりあえずね、その呼吸器内科も行きたいなと思ってて、ほんまにね、全然そのなんていうのかな、アレルギー性の、薬もらってても全然効いたような感じせえへんから、これはなんか違う原因かなと思ったりもしてて呼吸器内科ほんま行きたいなと思ってたんやけど、ちょっとね、ことも今の状況に至っては、そのどうしても行かなあかん、緊急性があるっていうのだったらあれやけど、でなんかそのまあ席にしてもまあ辛抱できんぐらいのもんでもないので、ちょっとまあマシにもなってきてるので、ちょっとねこのコロナ騒動落ち着いてからでないとちょっと行けないなっていうかね、はい。そういう気もします、はい。まあこの間も言いましたけど、まあ、僕親と同居してるので、まあ、父親がもう81で、まあ、母親がまあ78なんですよ。だからもう2人ともそんな体丈夫な方でもないので、まあ、持病もあるので、まあ、もうその感染したら
かなりの確率でかなりやばいことになりそうやなというのは分かっているので、できるだけその病院、この間もね、もう内科もあんまり行きたくなかったんですけど、まあ、まあ内科はね、まあ、あの血圧の薬とか毎回もらってるのがあるので、まあ、仕方ないなと思って行ったんやけどね、うん、そうですね。で、僕が行ってる内科でもその電話でその先生と話して、そのまま直接あの薬局にその、薬のあれを処方箋を回してもらって薬を受け取るという方法もできるようなこと書いてありましたね、はい、そんな感じですねはい、まあそういうことで、今日は、まあコメント返しの動画にいただいたコメント返しということでちょっと撮ってみましたけど、皆さん、いろいろコメント本当にありがとうございます。僕もね、こうやっていろんな方とこうやり取りする中でやっぱり僕も教えられることも多いし、はい、本当に貴重な意見いただいていると思ってます、はい、もうほんまにね、コロナがね落ち着いてくれたらいいなと思うけど、落ち着く方法はまあ方向性が全く見えてないような感じでねまあ本当に、原薬のことに関してもあれですけど、まあ本当に新型肺炎に感染なるべくしないように、まあ、お互いにちょっと気をつけていかなあかんなと思いますけどね、はい、まあそういうことで、今回も動画を見ていただいてどうもありがとうございます。ベビちゃんどうもって、どうもって、どうもって、どうもって。